よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。で、今回のイベント12月は、まあ、能力値を上げつつ、また、かすみお姉ちゃんに、かすみお姉ちゃんとデートという感じでやっていきたいなと思っております。でですね、12月の31日に、さくらちゃん、まあ、かえてこちゃんと、まあ、なんか、いけるんだよな。カウントダウンにな。あったけど、来たー。そう、このイベント完全に忘れてたわ。で、このイベント多分見たと思うんですけど、石焼き芋するんだよな。おう、こホムラのおじいちゃんだっけ、このおっさんは。よう同じ高校で入れたわ。まあまあまあ、高校校長先生だから何とでもなるとは思うけど。お、ここでメインのあれか。おー、いいね、いいね。これも見たけどな。うん、これも見た。いいよ、予定調和だな。やったぜ。あ、早く、正直2001年になって、もう一人集中的にあれだな。やりたいな。デートとかね、そういうのかな。で、これがさっきの芋のやつだな。ここも見た。さくらさんの誕生日は、あれだな。なんだっけ。そう、これって、手芸専用もんね。と言っても、さくらさんは遠い遠い大門の空の下、後で郵送しておこう。かすみお姉ちゃん、ファンキーショップに行こうよ。いつだったっけ ?16、17。期末テストの終わった後、いいでしょう。ねえ。いいのよ。おっしゃー、来たー。セーブしなかった。ちょっと怖かったー。さあ、セーブしようっと。かすみお姉ちゃん、俺とさ、いいことしようよ。いいのよ。起きたー。最高。セーブしようっと。よし、今日はみなずきさんの誕生日で巾着をあげるよ。巾着でいいんだよな、これ。あら、これでプレゼント、これって。おー、よかった。すごく喜んでるみたいだとか言いながらね、文化祭はね、一緒に回らなかったけどな。ストレスやばいんだけど。寝るか。はい、期末テスト。これね、期末テストね、1位って書いてるんだよ。大丈夫かな。お、完璧だ、完璧だ。うわ、バッチリか。まあまあか。これ1位取れるか。取れんような気がするわ。1位ってクラス、もう本当の1位。もうなんかキャラクター全員の中の1位じゃなくて、完全に1位を取らなければいけないというね。まあまあ、取らんでもいいと思うけどね、さすがに。あれ、時間間違ったかな。これ服変わるんじゃない。おお、やっぱり変わってる。よかった。今日はどこ行こっか。どこに行こっかね。あ、ジャンク屋に行けるようになったよね、これでね。あ、ブティックね、なるほどね。ファンキーショップへ行こう。ファンシーショップか。やっぱファンシーショップ好きな人多いんだよな。俺も好きだけどな。あ、俺なら何選ぶかな。若い子はこういうところ大好きだからね。ああ、俺これ選ぶかもな。好きなんだから年は関係ないと思う。ああ、いやいやいや、真ん中か。かすみさんもみんなと一緒に楽しんできたら。ああ、多分俺真ん中選ぶな。好きなんだから年は、年齢は関係ないと思うよ。で、年齢のことを言うと多分ね、怒ると思うんだよな。確かね、これはね、あれ。ああ、これ真ん中あれだな。普通の丸だな。でもこれが正解だな。かすみさんもみんなと一緒に楽しんできたら。そんな風に言われると気分いいね。そういうストレートなところ。バッチリ印象を与えたぞーい。今日は本当に楽しだろ。ここでね。はーい、勉強もしまーす。とか言いながらもう一回デート。2回約束したいからな。さて、もう一回ファンキーショップ、ファンシーショップに行こうと思います。これさ、全部やった人すごいよね。ショッ
ピングも全部全部の選択肢を やろうっていう人結構いると思うけどさ、全部やった人はすごいと思うわ。実際サイトを作ってるんだからやってる人多分いるんだろうな。あーそうよね、迷うよね。そういう時は何も買えないのが一番で、え、どういうこと？何か気になるのない？よく見てごらんよ。これやろ、俺これがいいんだけどな。でも一番上なんだよ。そういう時は何も買わないのが一番だよ。言うわね。でもその通りね、焦って買うと結局損するのよね。今日は見るだけにしとくね。これはへーだな。やっぱ女の子によってね、選択肢を変えるのは、ね、当然だけど、あれは選択肢として俺ないな。やっぱ俺が自分の言いたいことを言うっていうのはね、基本中の基本だからな、俺の中ではな。テスト結果だよな、次はな。で、ここからは別に何も特にね、やることはないんだよな。というところで、寝るかっていうか、あれだな。能力値アップだな。能力はね、ちょっと文化系がね、低いんだよな、ちょっと。で、ここで期末テストが1位になってるはず。なってない。ですよね。11位だよね。やっぱ社会がな、雑学がちょっと低すぎるんだよな。どうやってあげればいいかわかんないよね、雑学。はい、今日はクリスマスだ。イーシュインの家で、パーティーがあるんだっけ？チケットは持ったし、さあ行くか。これでね、だいたい2年目は僕はいつも入れたんですけど、今回容姿が低いんで、申し訳ございませんが、おい、そのようなお召し物では少々、てかさ、容姿が低いため入れないってやばいよね。俺絶対入れねえじゃん。俺絶対入れねえじゃん。ってなるじゃん。俺絶対入れないってなるじゃん。なるじゃん、じゃん。お前どうしたの？返された。ご愁傷様。返されちゃった。ああ。ルーうーめっちゃあれだな。めっちゃあれじゃん。めっちゃあれしかわからんけど。めっちゃあれじゃん。もう最悪じゃん。はいよ。とりあえず、勉強するか。勉強する。雑学増やせんかな。多分ここでこれしても大丈夫だと思うんだけどな。それ言っても。お、これで、12月31日に、ここです。楓子ちゃんに電話すると、何かが起こるのか。はい、この番号が使用されております。ミスター。ここで、匠に電話して、あれなんだな。誰だっけ、はい、なんだ。当たり前。あれだ、楓子ちゃんの電話番号。うわ、爆弾いっぱい持ってるな。楓子ちゃんのあれをね、電話番号を聞くと、そういうことだな。楓子ちゃん、どこだ楓子ちゃん。あった、さくらさん。あー、あったあった。こんな感じだよ。オッケー。じゃね。で、これで12月31日電話ができると、そういうことだな。で、このクリスマスパーティーは結局いけないから、はい、カットカット。で、ここな、ここで、さくらこちゃんに、かえでこちゃんに電話すると、さあ来い。起きたー。やっぱりね、もしもし、カレーだけど。電話してくれる。なんとなく声が聞きたくなっちゃって。そういえば、たくみとじゅんが、長電話になっちゃった。いや、いいよ。うん、またかけてもいいかな。もちろん。またね。なんだよ、カウントダウンするんじゃねえんか。なんかそうなんか、そうなんだ、そうなんだ。うん、新しい1年の始まりだな。年賀状は来てるかなと。うえ、この年賀状が来るってことは普通ってことだよな。ときめき状態じゃないわけよね。初詣はどうしようかな。女の子を誘う。これ楓子ちゃんできないんだよね。もちろんそうだよね。どうしようかな。これね、書いてないんだよな。書いてた。ことこちゃん、ことこちゃん、一緒に行こうぜ。
や、初詣？おお、初詣やったぜ。鳥居の前で待ってるよ。あ、浴衣なんかな。浴衣じゃねえだろ、さすがに。お、浴衣、お待たせ。あ、そういえば、お待たせ。あ、そういえば、水月さん、浴衣なんだね。当たり前じゃないの。元日の初詣に洋装なんて邪道。めっちゃ俺邪道じゃん。そしたら、うわ、これ俺、これ真ん中だろ、これ、これやろ。な、な、何言ってるのよ。元日早々、冗談はやめな。冗談じゃないって。じゃあ行こうか。冗談じゃないよ。さて、何をお願いしようかな。これね、学業なんだよな。その願い。その願い。おお、何かその気になってきたぞ。あら、おみくじ。まあ、日本人なら引くだろうな。よし、やろう。当たり前よ。あ、中吉ぐらいだろ。今日だと。水月さんはどこ。私はどういうわけか大凶なのよ。大凶よ。大凶ってね、確かに全然入ってないんだよな、あれな。てかね、神社で入ってないところもあるんだよな、確か大凶って。ついてないよね、俺なんか。うわー、どんまいだな。信じられないわ。めっちゃはしゃいでんじゃん。大凶とか言うよ。大丈夫かな。おみくじは大凶だったけど、初詣は楽しかったわ。どんまい。別にいいのよ。なるほどな。どんまいだな。めっちゃ大凶とか言ったのに。でね、なんかイベントがね、いろいろあるっぽいんだけど、スケートを行ってないで大丈夫かな。まあいいか。でもスケートちょっと行きたいな。かすみお姉ちゃん、スケートに行こうぜ。待って、まずはこれでチラッと見て、あ、スケートがありますよっていうのがあってからの電話。かすみお姉ちゃん、電話じゃない、電話しようよじゃねえよ。電話はするよ。スケート行こうよ。明日。急だけど明日行こうぜ。スケート場にさ。その日は無理ね。ねえ。ああ、リセットしたいけどいいや。今回は。もうね、2001年になったのでね。2001年になったけど、4月まで。いや、ここで切ろうかな、一旦。から、もう攻略サイトを見らずに、もう自分で会話を決めてやっていこうかなと思っております。まあ、なんでかって言ったら、まあ、多分この調子でいくとね、おそらくなんですけど、まあ、11人攻略全員は無理かなと思いますので、とりあえずこの13番目にね、セーブして、こっからはもう自分の意思だけで、まあ攻略書行くという感じで行きたいと思います。まあここからはね、もう一人狙いやっていくからね。そしたら、まあ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 、おそらく、まあ攻略サイトは一応見るけどね、なんだ、条件とかクリア条件とかをしっかり見て、で分岐点の前でセーブとかを、まあね、しっかりしたいなとは思っています。まあ、それ以外はもう見ないような感じ。もう選択肢も全部自分で決めちゃう。だから、本来、もうゲームとして本来のこの楽しみ方をやるという感じでやっていこうかなと思っております。まあ、かすみお姉ちゃんとかはね、まあ言ったんですけど、まあ、卒業時までに全パラメーターを150以上みたいなね。まあ、ひかるちゃんとかだったら、卒業までに文化系、理系、芸術、運動、それぞれ100あれば OK とか、そういう感じで、クリスマスパーティーに100以上、3年目に120以上あると、まあ参考程度にみたいなね。そんな感じで、まあいろいろあるんですよね。まあ寿さんとかさ、出てきてないもんね。大丈夫かなっていう感じなんだけど、まあ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 、
クリアはできるでしょうということで、次回からはもう自分の好き勝手のように、まあ、クリア条件をちょこっと見て、分岐点があるやつは、まあ、分岐点のところで、まあ、分岐点前でセーブするみたいな感じでいきたいと思います。で確かね、分岐点エンディングが2つあるとやつが、まあ、何人かいるんですよね。それをちょっとね攻略を見ないといけないということでいきたいと思いますので、次回攻略サイトなしで、攻略サイトほぼなしで、ほぼなしでいきたいと思いますので、ご視聴くださいませ。ということで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。